そこが一番やっちゃいけないマッサージです。原因じゃない場所にマッサージしてる。これが一生治んない。最新技術があってとこにみんな寄せ合うじゃないですか。だから治んないんだよって言ったから。はい。整体院復活、院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただき、どうも、ありがとうございます。このチャンネルでは、3件以上の整体院、整骨院、整形外科に通っても痛みが改善していない、もしくは、痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さん向けに、根本的に痛みを改善しようという動画になっていますので、ぜひね、悩んでいる方さん、見てください。松田さん。はいよ。マッサージってあるじゃないですか。うん。もむもむとか。はいはい。やっちゃいけないマッサージみたいなのってあります、うんよくあるのが、腰が痛くて腰マッサージして、痛みはその場で取れるけど、また戻っちゃうけど、悪化はしないっていうマッサージ。マッサージって、ちゃんとした治療をしないといけない。いわゆる、痛みの発痛点と誘発点って話で、痛みが出る場所と、痛みの原因の場所、誘発点。この二つがあって、痛みが出る場所をマッサージしてることが多いんで、基本的に痛みがなくなっても、また誘発点があれば、また痛みが出てくるっていう流れです。痛みが取れて戻る。その場は楽になるからいいじゃないですか。でも、悪化しちゃう場合があるんですよ。これは、やっちゃいけないマッサージやってる場合がある。これ何だと思います？違い。力の強さとか。はいはいはい。これはちょっと概念から話をしていくとわかるんだけど、そもそも痛いって何なのかって言ったら、これは俺は高血って言ってます。筋肉が痙攣してるんですよ。連縮って言って、硬い場所あるでしょ？肩でこうやって硬い場所あるじゃないですか。で、痛みがあるでしょ？いわゆる凝り。あー痛い気持ちいいっていう場所、これって筋肉が痙攣してるんですよ。筋繊維ってやつが痙攣してる状態で硬くなってるんです。だからずーっと筋トレしてる感じ、硬くなるじゃないですか、はい、あれと全く一緒で痛みが起きちゃうんですよ。でなんでじゃあここが筋硬血が起きるかって言ったら、簡単に言ったら頑張ってくれてるんですよ。痛みを起こしたくて痛みを作ってるわけじゃなくて、ここに力を入れないと人間の体が壊れちゃうっていう状態があるからそうなってる。例えば猫背こうなってる、そしたら頭が下に下がっちゃうじゃないですか。でこれを前を向かないといけないから首の筋肉が頑張って首こり肩こりが起きるわけじゃないですか。これってじゃあこの筋肉緩めたらどうなる？ストンって落ちちゃう。ストンとは落ちないけど、でもこうなっちゃいますよね。でこれって生活しにくいじゃないですか。でもこれじゃあ下に下がってる嫌だな嫌だな、で上に上げるじゃないですか。これって何かって言ったら、下に下がってるのを上に上げるっていうことをすることによって、ここの筋肉が硬くなることによって人間の生活をしっかりできるようにしてるわけじゃないですか。だからここが硬くなりたくてなってるわけじゃないんですよ。ええお前の体を悪くしてやろうみたいな感じでやってるわけじゃなくて、いや私が頑張んないとこの人は生活できない、首が落ちちゃうってなってるから頑張ってくれてるわけでしょ。ってなった時にここ緩めたらどうなる？頑張れなくなっちゃう。そうなんです。結局ここは努力してくれてるからなんとか起き上がってる状態じゃないですか。なった時にここ緩めたらきつくなる。例えばめちゃくちゃもう残業も多い、もうブラックな企業でハワイ旅行行ってきていいよって言われるじゃないですか。ハワイ旅行行ってきて1週間休んだって帰ってきたらもうめちゃくちゃ仕事溜まってみたいな。ハワイ旅行のせいでその後1ヶ月間ずっと休みなくずっと働き続けました。これなんか意味ないじゃないですか。はい。ってなった時にここ頑張ってくれてるとこ緩めるってさらに悪くなっちゃうんですよ。で痛みが強くなっちゃうマッサージって何かって言ったら、頑張ってるとこに対してアプローチを強くやりすぎると良くないんですよ。例えばですけど腰が痛い人、腰反ってる場合があるじゃないですか。で腰が反ってる場合って大体股関節が曲がってしまってる状態、いわゆる股関節が伸びなくってこんな風に前に倒れちゃってる、これを起こそうとして腰の筋肉がこういう風に頑張ってくれてるわけね。この腰の筋肉が頑張ってないと体が落ちちゃう、落ちちゃうのを腰で頑張ってるからずっと筋トレしてるような感じになって腰が痛いになるわけじゃないですか。で考えた時にこっちの腰の筋肉が緩めちゃったらどうなるか、落ちちゃいますよねって話です。でこの一つの筋肉だけで頑張ってるといけないから、腰方頸筋、脊柱起立筋、広背筋みたいないろんな筋肉を使い出すんですけど、これやっちゃいけないタイミングって何かって言ったら、痛みが出たばっかりの時、あーなんか腰が最近痛くなってきてちょっと激しくなってきたなだったりとか、動くたび痛いなとかっていう、いわゆる急性期ってやつあるんですよ。急性期のタイミングで緩めちゃうとここ炎症が起きて、いわゆる怪我してる状態ですね。怪我してる状態のところを守るために筋肉が頑張ってるのに緩めるじゃないですか。さらに炎症が激しくなるんですよ。またここが痛みが出てきちゃう、悪化しちゃうことが多いです。だからやっちゃいけないタイミングって何かって言ったら、炎症期、いわゆる急性期の状態の時に言っています。急性期ってどんな状態かって言ったら、触った時に熱い、なんかあったかい、他のところよりもあったかい、冷やした方が楽、いわゆる内出血してるような状態になるので冷やした方がいいタイミングで、温めた方がいいタイミングの人、これは筋肉の循環を促したいだけなので
ので温めた方が楽。例えばお風呂に入った後に腰が楽になる人、これはマッサージしても大丈夫な場合があります。ですけどお風呂に入るとなんかさらに悪化する感じ、あとあとなんかどんどん痛くなってくる感じがするとか、腰を冷やすと楽になるっていう場合にマッサージをすると、これ急性期なんでいわゆる炎症期、熱くなってる、あったかくなってる、赤くなってるっていう場合は冷やした方がいい。より怪我した状態なんで、怪我したらここ熱くなるじゃないですか。これは熱を出して中の細胞を活性化して細胞を作ろうとしてる状態。腰もそうです。腰に炎症が起きる、何らかによってね、靭帯を損傷したヘルニアが出てきただったりとか、筋肉使いすぎたっていう炎症期の場合は冷やした方がいい。マッサージはしない方がいい。マッサージすると逆に炎症を止めようとして筋肉頑張ってくれてるのに緩めたらさらにまた炎症を起こしちゃいますから、痛みが強くなっちゃいます。なので温めるときつい場合、温めた後になんか悪化してる状態、冷やした方が楽な場合はマッサージはしない方がいい。どんなマッサージがいけないっていうわけじゃなくって、これは全身に限っても膝でも同じように厚みがあるな、冷やした方が楽だなっていう場合とかであればマッサージはあんまりしない方がおすすめかなと。してもいい場合もあるんですけど、悪化している可能性の方が高いかなと思います。その場合であれば発痛点っていう痛みが出る場所じゃなくて誘発点に対してアプローチをやってあげた方が効果って高いかなと思いますので、そこも参考にぜひあのアプローチやっていただければと思います。はい、マッサージっていうと、うん、まあ、普通の人がやるのと、普通の人も治療する人、うん、治療家さんがやるのって何か違いってあるんですか？揉み方とかに。いろいろありますね。整体師って言っても自分は整体師やってます。でも理学療法士っていうのが開業権がないので、理学療法士の国家資格は取得したんだけども整体師として活動してます。だから私は無資格の人と同じ整体師という名前でやってるんですよ。ただ知識はあるじゃないですか。だからこうだねあだねってこと言えるんですけど、知識がない方もいらっしゃる、勉強もしたことがない方もいらっしゃって、だからマッサージから上がってきて自分で独立しました、整体師になりましたと、理学療法士やってきて病院で経験積んできて整体師になりました、でも外から見ると整体師なんですよ。分かんないじゃないですか。どっちのマッサージがいいとかではなくて、知識があるかないかっていうのは結構でかいかもしれない。無資格の人でも勉強してる人はめちゃくちゃ勉強してます。特にうちがやってる MSM の治療だったりとか勉強しに来る人はめちゃくちゃこの解剖学とか勉強してたりする人もいるし、国家資格勉強してても全然勉強覚えてなくって知識がない人もいるんですよ。だから私がおすすめは、話した時にちゃんと原因が説明ができる、なんで痛いのかっていうのはこういう原因ですっていう原因が説明できる人、あとはなんでここ治療するんですかって時にちゃんと理論的に説明できる人、腰が痛くなってる原因が腰が反りすぎてて、これは股関節が曲がってるから、骨盤が前傾してるからなんで骨盤の前側を治療して後ろ側を鍛えていくってことやってますっていう風に理論的に説明ができる人、あ、腰が痛いから腰マッサージしましょうだったりとかっていうのは理論的じゃないじゃないですか。原因が説明できない、もしくは理論的に治療をやっていないっていう場合は治らない可能性もあるかもしれない。逆に理論的に説明できても治らない可能性もあるんですけど、何か目安を持ってこういう風に治療するといいよって持ってる人の方が改善はしやすいと思います。なんでやり方がマッサージでも運動でもジムでもどんな方法でも回路とか骨でもいいんですけど、理論的に説明できる、原因が分かってる、この人に治療してもらった方が改善する確率は高いかなと思いますね。大丈夫。はい。マッサージの仕方とかってあんま俺どうでもよくて、どこをマッサージするかっていう場所の方が大事っていう感じですかね。そうだね、ちゃんと狙ってるかどうかの方が結構大事かな、うん、狙った場所を押せるかってことですか。そう、原因を見つけれてるかっていうのと、ちゃんとそこに対してなぜここにやったかっていう理論的に説明できて治療が組み立てられるか。マッサージしても治せる人はたくさん知ってるし、無資格でも治せる人はたくさん知ってるし、有資格でも治せない人もたくさん知ってるし、有資格でも治せる人もたくさん知ってる。何が主義がおかしいとか関節治療が悪いとかじゃなくて、治療って手段じゃないですか、うん、別にぶっちゃけ何でもいいと思ってて、俺はよりもこっちの原因を見つけるってことはできてないから治ってない人が多すぎる。手段って別に本当にマッサージでいいんですよ、電気でもいいんですよ、サプリでもいいんですよ。原因がちゃんと分かってるところに対してアプローチができてれば、なんか最新技術があってとこにみんな寄せられるじゃないですか。だから治んないんだよって言ったからこれがすごいんじゃなくて、ここに合ってる治療法であるからすごいんで、だからここをしっかり見つけることがやっぱできてないことが治ってない原因のほぼほぼだと思う。治療主義は本当に何でもいい、ただ俺は個人的に緩めるだけじゃなくて運動療法もやった方がいいってやっぱ言ってて、それはやっぱ現場見ててもそうだし、1万2000の単価でやってても改善率はやっぱり運動療法やった方が圧倒的に高い。ヨガみたいなとピラティスみたいなこともやったりもするし、ジムみたいなこともやったりするし、マッサージみたいなこともやったりもするし、その人に合わせながら治療手段を持ってるかどうか、これが最高じゃなくて患者さんに合わせて治療を選べるかどうかの方が大事かな。だからこれやっちゃいけないマッサージっていうよりは炎症期はいらないでっていうとか、
原因をしっかり見つけてねっていうところ。だからそこが一番やっちゃいけないマッサージです。なるほど。原因じゃない場所にマッサージしてる。これが一生治んない。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今話しましたけど、本音です。本当に心の底から思ってます。治療主義は別に何でもいいです。治せる人はカイロでも、トッシュでも、マッサージでも、ジムでも治します。改善できると思います。何かって言ったら原因にちゃんとアプローチできるかどうかのが大事。原因を見つけようとしてるかが大事。で、患者さんがいての治療主義です。別に何でもいいです。治療主義ありきの患者さんっていうところは、個人的にはあんまりお勧めしないかな。これがあるからあなた治りますよ。合わない人絶対いるから。よりも、こっちをしっかり見つけて、あなたのことをしっかり見れるって人をしっかり見た方がいい。これはオーダーメイドでやっていって、ここが原因じゃないかなってやってた方がいいと思ってて。で、うちはだから個室でもやってるので、まあ、整体院復活って全国にあるので、本当に根本的に解決したい。痛みが戻りで困っている、やってることができないってことであれば、概要欄の方に整体院の店舗のね、情報を貼ってますので、近くの店舗、ホームページ見てもらって、電話もしくは LINE で問い合わせしてもらって、ぜひ初回割引聞いてますので、整体院の方にぜひ行ってみてください。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとは高評価、コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。今日も動画の時、どうもありがとうございました。また見てください。